どうもキラです。よろしくお願いします。前回のレコード購入報告動画でですね、今年最後の多分報告ですって言ったんですけど、買ってしまいました。また本当にこれで年内最後だと思いますんでね、お付き合いください。はい、シングルです。はい、岡村康之さんのカルアミルクのシングルですね。家庭教師ってアルバムがね発売されて、ついにこっちもねシングル化されました。はい、これね普通のシングルのジャケットじゃなくて、ちょっとなんかでっかくなってたよね。はい、ちゃんとねこう入れるスリーブ見たくなってるケースなんですよね。はい、カラーメイクね、本当にいい曲ですよね。大好きです。これは2000円ぐらいだったかな。はい、そしてもう1枚です。はい、少ないんで許してくださいね。はい、ポール・デイビスのクール・ナイトというアルバムですね。ヒゲヅラ AOR のね素晴らしいジャケットです。これ日本版ではね全然違うジャケットに差し替えられちゃうらしいんですけどね。はい、前回の時はねポール・デイビスのセルフタイトルも変えて、でクールナイトもですね、いつも言ってる物集めさんで見つけたので、そこを買ってきました。はい、これ700円でしたね。はい、US 版ですね。はい、そんな感じでこれで本当に今年最後のレコードかなと思います。またなんかねちょっといいのあったらね、それはね分かんないですけどね。やっぱねレコードは見つけた時に買った方がね絶対にいいですからね。めっちゃ言い訳がましいですね。はい、来年もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。